皆様こんにちは。ライブトゥーハート作詞文化事業団広報情報番組です。さて、令和になっての第1回目の放送ということになっております。まずはこちらから。会場は、もうすっかりおなじみになりました桜平交流センター、時間の方は12時10分から12時40分までの約30分となっております。料金無料ですのでぜひ多くの皆様にご来場いただきたいと思います。続きまして、もう一つコンサートのご案内です。心が豊かになるアーツへの招待と題して行っています音楽会ときめきオペラコンサート笛田博明です。笛田さんといえばですね、これからの日本のオペラ界をリードされるテノール歌手、もう一度その声を聞いたら何度でも聞きたくなる美声の持ち主です。今回は相手役にソプラノ歌手の佐藤明子さん、ピアノは日本の声楽界を支える名手のお一人川原忠之さんでお送りいたします。オペラハイライトをお聞きいただきます。このシリーズはですね、どなたでもどの年代でも親しみやすいコンサートとなっております。6月の2日日曜日、桜平交流センターで14時開演となっています。会場は13時30分から、料金は大人2,000円、高校生以下は1,000円、作詞文化振興基金を活用してお求めやすい価格になっています。ぜひこの機会に多くの皆様にお楽しみいただきたいと思います。そしてもう一つは演劇のご案内です。即興芝居ロクデムによる即興ライブ公演についてです。6月の22日日曜日19時からと、23日の日曜日13時30分からの2回公演、コスモホールの小ホールの方で行います。もう即興芝居の面白さといったらもうこれ半端じゃございません。普通の芝居は結末が決まっているんですけども、即興芝居の結末は決まっていません。そのためにお客様の反応や気分次第で、はあ、嘘、すごいと話を紡いでいく中でストーリーがどんどん変わっていきます。これがまたおかしいですし、悲しいやら感動するやらということで、
もうなかなかですね、即興芝居の面白さっていうのは説明がつかないので、ぜひ皆様のその目でご覧いただきたいと思います。料金の方は大人が1,000円、高校生以下は500円と、こちらの方も特別な料金の設定となっております。さて、最後はキッズサーキット in 佐久のご紹介で締めくらせていただきます。今年も8月の2日金曜日から、4日日曜日までの3日間、佐久市内7会場で実施いたします。出演団体は16団体、ステージ数は22公演を予定しています。演劇、人形劇、ファンタジー、サーカス、マジック、マスクプレイでは大人気絵本のノンタンもやってきます。さらに駒場公園のギリシャ劇場の方ではですね、インドネシアのガムラン、ワヤンといったですね、民族芸能の方もお楽しみいただきたいと思います。公演の対象年齢はですね、0歳児からシニアまで、またワークショップや、創作プロジェクト公演などもありますので、ぜひ、ご来場いただきたいと思います。そのための鑑賞パスポートが5月の4日から発売になりました。この鑑賞パスポートのいいところはですね、6月4日から始まる事前鑑賞予約ができるということです。前もって事前鑑賞予約をすれば、お一人様4作品まで鑑賞がキープされるばかりか、公演当日に空席があれば全ての公演がご覧になれます。しかもパスポート料金は種別によって1000円から2000円までの3種類を用意しております。この料金なら本当にですね、1作品の鑑賞代金にも満たない、したがって見れば見るほどお得になるという、どんだけというぐらいのお楽しみな特典がついております。コスモホールや佐久平交流センター、市内各プレイガイドでお求めになります。またチケットピアでも電子チケットが購入になれますので、詳しくはチラシをご覧ください。受け付けこちらでお願いした写真ですね。になりますけれども、ご来場の皆様すべてのですね、皆さんが、今後いよいよご健勝でありますこと、これを記念いたしまして、主催者を代表してのご挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。終わります。の方でご覧いただいても結構ですので、佐久自己委員会のプロデューサーをしておりますキッズスキオでございます。どうぞよろしくお願いいたします。お理解の皆さんも今日はありがとうございます。この後ですね、こちらの方に書いてございます。
さて、新しい元号令和になりましたけども、どうでしょう皆様、令和は、馴染まれましたでしょうか。新しい時代の文化芸術も、作詞文化事業団はしっかりと担ってまいります。これからもどうぞよろしくお願いいたします。今月はここまで。提供は作詞文化事業団でした。それではまた。